わなかったし、ショックが大きいと話していました。亡くなった2人の身元は特定できていないということで、警察は安否が分からなくなっている夫婦とみて、今日も天候晴れです。今日は予想最高気温9度、最低気温2度で晴れるでしょう。
どうでしょうね。あ、あ、撮れてるでしょうか。でもね、スーパーカーブでは致命的な問題ですね。あの、ハンドルが低いので、ハンドル位置が低いので、ナビオに視線を移すのに、一苦労。これダメだな。はーい。混んでますね。まあ言ったら Google マップですからね。道なりです。はい。しかし身元を特定できていないため、今日も今朝のニュースですね。はい。別にこれ、アンドロイドオートじゃないと聞けないってわけじゃないんで。はぁ、800メートル道なりです。はい、了解です。これ、著作権どうなるんだろうな。まあ、こんな風に聞けるっていうことですね。ただ、操作については画面を触らないといけないので、なかなかちょっとこう難しいですね。天気情報を聞いてみましょうか。現在熊取町は気温8度、はい、晴れです、はい、今日は予想最高気温8度、はい、最低気温2度で晴れ時々曇りでしょう、はい、という感じでね、まあ、運転中も今の天気どうやったっけっていうと、こうやって私たち聞けるっていうことでしょうか。これスマホでよくね。ややこしいのはですね、これインカムとつなげてるのは、これ Android Auto 本体なの方なので、あの、携帯にかかってきた、まあ、電話の着信とかね、そういうのは分かんないんですよ。だからね、これあんま良くないですね。これをもしするんであれば、別な、まあ、Android かなんかスマホを適当に持ってきてですね。で、どうやな、通信回線遅くて、無理かな。どうしたらいいんだろうね。もうスマホ使えってことですわ、これ。ちょっと止めますね。GoPro が動いてる。左方向です。はい、左方向行ってみましょう。30日に佐野漁港に来るとものすごい買い物客でどえらくなってましたね。あ、行ったらダメだなと思いました。まあ行きませんけどね。何だよと思ったらグリップヒーターが入ってませんでしたね。さあ、それでは行ってみましょうか。すでに混んでますね。およそ400メートル先、臨海北4号を左方向です。はい、了解です。左方向？なんでだ。ああ、わかった。混んでるんや。わあ、すごいね、これ。すごい混んでるわ。
はい。斜め左方向？違いますね。こっから入れまーす。はい、どうも。さあ、来ましたよ。大阪、市内からよう来てはりましたね。はい、皆さんどうも。発見まして、おめでとうございます。続いて、左方向です。はい、分かってます。わあ、多いですね、バイクが。そこに止めると邪魔ないよね、そこのハーレーさん。神戸から来ましたけど、邪魔やな。目的地に到着しました。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。よいしょっと。聞くときは川のパン。お、すごい。おということで、一番近い15分ひねろうて本日休業か。音楽聞くと著作権に引っかかるので音楽は聞けません。なんか集会のような集まりある。帰ります。では行きましょう。せめてあんたの中ではバイク走行中は最弱押し南東に進みます。あ、はいはいはい、続いて左方向です。どうなんでしょうね。左方向です。バイクが来ました。およそ600メートル先、左方向です。